ます。今1時41分なんですけど、雨の方が強いので難しそうですね。一回テントレステイで。見れる確率低いですよね、かなり。この雨の中、撤収がきついですね。とりあえず6時まで寝ましょうか。ごめんなさい。今日パンパンだな。疲れの朝です。一応1時ぐらいに起きて、で朝かき行くかどうかみんなで話して行くのを待ってて、6時半ぐらいなんですけど、これからどうするかちょっとみんなで話し合って決めていきたいと思います。とりあえず朝ごはん食べると思うので。やばいな。まあでも天気すごいな、なんか。あれ乗れたらめっちゃ楽ですね、確かに。あれ一発だけ乗ってるんですか？あ、人は乗んないんですか？すげえ。あれが立山か。やっと雲抜きました。とりあえず駅まで着きましたね。行けるって言いますけど、どうせ島の方に。めっちゃ悪いよ。今ちょっと天気も良くなってきたので、急遽立山に行くことになりました。マジ立山の行こうか。ないですよ。ないんだ。ないね。荷物はどこに置いていきますか。じゃあ、あの辺の小屋でデポしてってってことですね。あそこだけすごい晴れてんな。今から行くルートってどういうなんか名称的なのあるんですか。ない。一の腰越え。例えば一の腰越え。ああ。はい。あそこを越えて上登ってってっていう感じですね。あ、すごいですね、後ろも。なんか昨日より空気澄んでますね。すごいな。あ、そうか、雨降ったからか。あっちですね。うわ、やば。嬉すぎて泣きそうになっちゃいました。高所恐怖症は大丈夫ですね。感動のあまり泣きそうになりました。感動で泣きそうになりました。あっちまで行ってるんですね。うん。
ぎですよね、あれ。うわぁ、なんだよこれ。あそこにちっちゃく見えなかった黒部、あれも黒部ダムの。登ったの、みんなで奥方ですね。諦めなくてよかったですね、本当に。いや本当に良かったです、みんなで来たからですね、ありがとうございます。え、でもここ正直タマヒュンポイントですよ、ここ。いやだってもうやばいっすよ。あっちって何なんですか。あっち後ろ立山。あ、後ろ立山なんだ。つば九郎とかあるんですね。いわゆる表金庫。ここは結構アイゼンつける人もいればつけない人もいますね。下山は僕は結構つけなくていいかも。例えばガスりましたね。お疲れ様でした。デポしていくときはちょっと気をつけた方がいいですね。まあそれはどこも同じか。確かに。今回テント泊をする。そう、テント泊。いや、やりきりましたね。朝はやっぱ行けなかったわ。いや、あの朝はちょっと10時ぐらいもうすごかったですよね、雨。バタバタバタ。お疲れ様でした。激疲れですね。疲れたね。僕初めてのテント泊、あの重み何キロぐらいありました、実際。あ、多分僕ので正直15ぐらい。俺の13とかぐらい。でも10キロ背負ってあんだけちょっとバテんの情けないな。もっとなんかちょっとトレーニング積まないとみたいなところあります、ね、トレーニングっていうか慣れだよね。慣れ、鉄泊をしていくことだよね。あ、やっぱシーズン始めの1回目と2回目の鉄泊はきついっていう。日帰り慣れしちゃってる人は逆に辛いよね。はい、めっちゃ辛かったですもん。でも正直日帰り慣れしてるもん最近。軽装備の日帰り、トレーランシューズの日帰りだったりしてるとブーツ履いただけでも結構辛い。わかります。天気に恵まれてて、うん、いや素晴らしい散歩だったし、素晴らしかったですね。お二人の公認の晴れ男っていうことでいいですか。いや、超マジそう。でも鉄泊楽しかったね。はい、夜の宴会とかも温泉に入れるとは思わなかったですね。いいですよ、ね、めっちゃいいです、ね、なんかまた行きたいですね。なんかリピートしたいみたいな。あ、ないやりがたけのクライミングが面白かった。島村さんあります、なんか海外にやるんです。あー、そうかそうかそうか。ニュージー、島村さんのヤマップのあれ見ましたけどすごいですね。なんか軽装ってやっぱ結構ロングとかあるから好きだって気づいて、僕が行きたい山は剣と槍登ったら結構なんかすごい満たされそうな気がするんですけど、でも水晶一回登ってみたいです。お疲れさんです。やっぱ立山良かったですね。2人がいたからちょっと登り行く機会があったので、テント泊も初めてで、ね、分からないことだらけだったんですけど、福大日岳と立山の小山っていうところにも行ったんですけど、疲れました、めちゃめちゃ。体のケアしたいと思います。どこの山登ってほしいとか質問があればコメントとかでいろいろやってもらえるとすごく嬉しいです。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあバイバイ。